指令書？何何？グリーンファームのご利用ありがとうございます。ご依頼の品をご指定の場所に配送いたしました。請求書9万リブラなり。 PS、 そんなわけで支払いよろしく。お前のブラザーより。何送りつけてきやがる。指令書が請求書っておかしいだろ。やだやだっつっても取り立ては来るぞ。商人なめんなよ、お嬢ちゃん。知るか。うちで助手のバイトします。しない。アーナス様、私少しなら貯金が。ダメだってば。ですが、お嬢様。やだやだやだ。あいつの使い込みなんか絶対に払ってなんかやらないからな。何がブラザーだ。いつか見つけてぶっ飛ばしてやる。お呼び。それでは。いやはや、どっかーんとなったりイチャイチャしたり、上司というのは恐ろしいものですな。あ、ところで我が研究室は。断る。あ、
コーヒー、紅茶、角砂糖、ミルクにバケット、トマトに魚介、豚肉、蜂蜜、そしてチョコレート、石鹸、タオル、洗濯のり、ポプリに香水、洗い替えのシーツ、ええ、バッチリですね。おかげでお嬢様のお帰り前に買い物を終えることができました。それに選ばれた品々も完璧です。アーネス様にはちゃんと食べてちゃんと眠ってほしいんですもの。本当のお家にいるみたいにしたいの。アーネス様っていつも何かを警戒しているみたいに眠りが浅いから。お二人は学生時代ルームメイトだったのでしょう。お嬢様はどんな方でした？ミステリアスな転校生って感じね。いつも一人でちょっと冷たくて、でも気づくとそばにいてくれて、なのにちっともおしゃべりしてくれないんだもの。嫌われてるんじゃないかって落ち込んだわ。でもあの夏祭りの事件がきっかけで。あら、猫ちゃんどうしたの？ホテルで何かあったの？大方教授かロイドさんがホテルの秘密を暴きまくっているのでしょう。二人きりにするとろくなことはありません。リュリーティス様、続きは休憩時間に聞かせてくださいね。お二人のお話、私も楽しみなんです。ええ、そうか、あの日のこと覚えててくれたんだ。ヒーフーミー、どうしたの？渋い顔しちゃって。ええ、実は迷子になっていたセルバンを何体か保護したのですが。そう？最初からいたやつと私が連れてきたのしかいないじゃない。そうなのでございます。一体どうしたのでしょう。逃げちゃったんじゃないの？そうでございましょうか。みんな、おやつのカップケーキですよ。やはり、やっぱりやられたんだ。あら、支配人さん、様もどうしたの？怖い顔して。なんでもない。だったらここに来てたんだな。許した。闘技場へようこそ。
ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する。これでよしっと。エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。このロジエクロックなんだけど、どういう仕組みになってるのかなって。ロジエクロックは古代機構を回収して作られたものだと言われています。その仕組みは未だ解明中です。初代聖女の護衛を務めた聖騎士団はこうした古代機構の助けを借りて夜の君と戦ったそうですが、その多くは戦いの中で夜の君の尊き血を浴び邪妖に変じたと言われています。そのロジエクロックはわずかに回収できた聖騎士たちの形見の品から作られたのです。知らなかった。大切にするよ。最後にどちらか一つあなたの問いに答えましょう。それじゃあ、とこしえの夜について知りたい。終わらない夜って言うけど、それはどんなものなの？言葉の通り、終わらない夜ですよ。生きとし生けるもの全てが眠りにつき、二度と目覚めることはありません。そうしてゆっくりと眠りの中で死んでいくのです。これ以上穏やかな世界の死はないでしょうね。そりゃゾッとするね。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。言ったでしょ、私に礼など必要ないと。まあ君にとってはそうなんだろうけどさ、ブラザーよりはよっぽど友好的なんだもの。ブラザーの交代はありませんよ。彼はあなたに執着していますから。そりゃ素敵な情報ありがとう。それでは次のデスタンで。
偽物か。へえ、その宝石偽物なんだ。わかんないもんだね。ジョージャン、ちょっと付き合わねえか。一杯おごるぜ。ん？で、話って？実はある宝石コレクションを持ってる。バラでも目ん玉が飛び出るほどの値がつくが、できりゃ全部揃えたい。コレクションってのはそそられるね。泥棒の腕が鳴る。じゃなかった、商人のロマンってやつさ。今思いっきり泥棒って言ってたよ。女ってのは多少鈍感な方がモテるんだぞ。男のミスは積極的に見逃しな。俺で試していいぜ。遠慮すんな。鈍感でエージェントが務まりゃ世話ないよ。それで報酬は？王室御用とし高級チョコレートの新作でどうだ。汎用ってのは大変なんだろう。いろいろとさ。飼いならされる気はないね。他を渡って。気が強え女はこれだからな。分かったよ、全部話すよ。コレクションを全て集めれば国家を変えるほどの財産になるそうだ。それだけ？それだけとは言うなよ。この情報を買うのにいくら使ったと思ってる。請求書が来る前に何らか成果を上げたいんだ。もしかして騙されたんじゃ。ジョーちゃん、こんな時こそ鈍感力だろう。それと乗りかかった船は乗れ。ほれ、つべこべ言わず持ってけ泥棒。押しつけたな。悪いか。それにこの道ジョージャンは宝石を探すことになるぜ。だから私はあんたなんかに飼いならされる気は。ノンノンノン、ジョーちゃんを動かすのは俺じゃない。この情報さ。情報ってのは消えない魔物でね。知っちまったらもっと知りたくなる。調べずにはいられなくなる。その手には乗らない。そう思うなら放っておけばいい。どのみち運命は手を緩めやしないさ。さあ。おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。
じゃあな。私のブローチを知らないかしら。真珠のブローチなの。いや、知らないな。教授、知らない？金目なものなら泥棒でしょ。罪人を見る目でこっち見んなよ。普通の宝石なんざ、俺にとっては石ころ同然。興味ねえよ。私の勘違いかもしれないから、もう一度よく探してみるわ。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。ブローチはホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。ありがとう。城跡がいいかな。祭壇を探した時みたいに邪妖を一掃すればリュリーティスも来れるよね。無理しないでね。大丈夫、任せといて。
何々ロイド伯爵へ以下の宝の探索を眠れる雫イズル森聖女の涙祖国の名の音になんで霊女を押し付けられてんの。それにロイド伯爵って怪しさ満載じゃないか。まあいいや、調べなくてもいいんだこんなの。新しいカップケーキ開発するから楽しみにしててね。あ、うん、ありがとう。天体観測ですか。いいですな、仲良し小良しは。イチャイチャしに行けばようござんしょ。先生、連れてってほしいならそう言えばいいじゃないか。え、いいんですか。やだ。お嬢様、いかがです島での暮らしは。夜が深くて長いね。邪妖との戦闘も一戦一戦が重い。さすが夜の君のとどまる場所だ。お嬢様のお力になれるかもしれません。こちらへ。アーナス様に一曲お捧げしましょう。そんな捧げるなんていいよ。私は音楽鑑賞なんて柄じゃないし、そのなんだか恥ずかしいもの。そうおっしゃらず、お付き合いください。アーナス様のイメージで弾いてみました。いかがでしょう。あの、私曲を作ってもらうなんて初めてで、どう言ったらいいのか。話せるものは話し、描けるものは描き、歌えるものは歌う。表現は人間にとって魂の呼吸のようなものです。音楽を奏でるのも特別なことではありません。ごく自然なことですよ。お嬢様も自然なお気持ちでお話しください。そうか、音楽のことはよくわからないけど、ありがとう支配人、元気が出たよ。
どういたしまして。自分で鏡台に置いたの忘れてたんだな。リュリーティスったらうっかり屋さんだな。ん？なんだ？遊びに来てたのか？このバカ猫め！待て！お前、そういえばリュリーティスの指輪も食べたよね。もしかして何か狙いがあるのか。ただの猫じゃないの。お前、何者だ。言わないなら試させてもらう。だってこいつがブローチ食べちゃったんだもん。だからって剣で脅すなんてダメよ。脅してないし、私はただその猫が怪しいと思って。まさか猫ちゃんをその剣で解体？違う！よしよし、怖かったですね。ブローチのせいでお腹痛いでしょ。ちゃんと手当てしてあげるからね。もう、あいつが絡むとろくなことないんだからな。
浄化開始。いってらっしゃい。夜のピクニックか。天体観測なんてね、世界最後のバケーションってやつですかね。最後などとおっしゃらないでください。教皇庁の働きで夜の力を少し押し戻すことができたのですから。でも青き祭壇は外れだった。そろそろここでの商売も潮時かな。私は残りますよ。世界の終わりと夜の始まりを見届けなければなりませんからね。支配人、あなたはどうするんですか。あなたが傍観者、私は観察者、ロイドは冷やかしの客ってところですか。主役はあの二人さ。神様はなんであんなか弱き少女の肩に世界の命運なんか乗せちまったんだろうな。さあ、なんででしょうね。さあ、ピクニックまでに新作カップケーキ作らなくっちゃ。皆さん、ご試食お願いしますね。まあ、カルマジカリブス召喚。はっ、生きた。はっ、全体飛べ。ヘッ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 は。それらしいものを探さないと。指令書だ。何お買い上げありがとうございます。ジュースにするのにぴったりなフレッシュトマトです。 P4
PS、 ここなら人目を気にすることもない。好きなだけ絞って好きなだけ飲め。シスターの吸血欲求を案ずる妹思いのブラザーより。吸血欲求を案ずるって トマトジュースで吸血欲求が満たされるもんか、このバカブラザーが。お呼びでご…それでは…ジョーちゃん、いいところに。一杯飲まないか。ワインなんか私飲まないよ。違う違う、俺はトマトジュースだ。それも超高級美容飲料なんだぜ。一口飲めば手に吸い付くような、思わず触れたくなるような、そんなとろける肌になれるって噂だ。先生が言うと本当にいやらしくなる。いらない、トマト大嫌いなんだ。おやまあ、意外に可愛い弱点だこと。何どさくさ紛れに飲んでるんだ。そして成金どもに高値で売りつけるつもりだったのに。やっぱり金か。そこ汚いもの見る目で見るな。商人なんだ。物儲けを企むのは日課だ日課。どうです、吸い付きます。知るか。クソ、作戦を変えねえとな。
さあ。おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。浄化開始。セルバン、その体験行け。ペンタン見切った。血をすすれ。聖女の涙か。初代聖女が流した涙を受け止めたテティアって花は一体どれなんだ。全然わからん。ロイド、探してる宝石コレクションってテティアの花と関係があるの？お嬢ちゃん、いいところに。テティアについて教皇庁から仕入れた特別な情報とかないか。
白い花だってことくらいしか聞いたことないな。そんなもんか。まあいいや。ジョーちゃん、今回はもう帰りな。何その邪険な扱い。聖女の涙、一人で探せるわけ。面倒なのは青い血だけさ。邪用を避けてお花見してくるよ。じゃあまたな。依頼しておいて帰れって。よし、先に見つけてやる。祀わぬ神の教会。かつて妖魔を信仰する者たちの都があった場所。今は見る影もないか。せめて安らかな眠りを。邪教徒として焼かれた人々がいたんだよな。私も一歩間違えれば同じように。優しい春の雨の後、約束の花が怪しの月に輝くとき、聖女の涙は姿を現すか。この匂い、妖花の香水だね。催眠効果のある道具で眠らせるなんてうまいじゃん。道具は使いようさ。しかしダメだな、こりゃ。やっぱり鍵となるのは雨か。雨？しまった。頼んだぞ。何が頼んだぞだよ。教皇庁並みに人使いの荒いやつ。バカと道具は使いよって。柔らかな光、心まで温かくなる。
ジョーちゃん、手を引っ込めるんだ。ロシエクロックが反応してる。その宝石、何かあるんだね。昔、ジネットっていう凄腕の女盗賊がいた。悪人どものお宝を根こそぎ奪う痛快な盗っ人だったそうだ。そしてそのジネット一番の獲物が初代聖女のお宝だったって話だ。この聖女の涙が初代聖女のお宝。聖女の流した涙に空も誘われて、その涙雨に打たれた邪妖はみんなおとなしくなっちまったって伝説がある。このちっぽけな宝石一個に世界中の妖魔をなだめる力が宿ってりゃ、そりゃ大金が動くってわけさ。夜の君にも効き目があるなら、リュリーティスの聖女の務めも楽になるかも。ロイド、その宝石のことだけど。ダメだ。こいつは俺が預かる。いいじゃないか、ちょっと貸してよ。じゃあ、ジョーちゃんが請求書の支払い肩代わりしてくれるか。多分内臓まで売り飛ばすことになるぜ。うな、冗談でしょ。情報ってのはタダじゃねえんだ。商人をなめちゃ困るぜ。じゃあな。内臓って、それにしても妖魔をなだめる涙雨か。フッ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 
落ちろ。発生タン。発生タン。落ちろ。発生タン。落ちろ。発生タン。落ちろ。ブラッターとブラックテイチハッテイタンミキサーハッテイタン飛べ血を吸うんだ。何してるの？よく見てください。この床焼けついた跡があるんです。人の形に。私には何も見えないけど。そうか、アーナスさんはこのかすかな変色は判別できない。いや、そこかしこにあるんですよ、人の焼きついた跡。じゃあここで大勢の人が浮かれたって何？あるいは人型ジャイアントですね。いずれにせよ胸くそ悪い話でしょうね。興味本位で荒らすべきではありません。私も帰るとしますよ。では。何してるの？
邪妖観察に決まってるでしょう。あれは獣型邪妖ですよ。狼が邪妖になったものですね。あれ、犬じゃなかったのか。アナさんは時々ものすごくボケますよね。それにあなた猫派だ。私は一匹狼派。確かに群れないですね。でも餌付けはできる。チョコレートはいります？人体実験はごめんだ。預かったものですよ。ユリーティスさんから差し入れです。ユリーティスから？さあどうぞ。なんだかんだ仲良しこよしですよね。いや、いいもんですな。うん。これでどう？ほっ！
切り裂く。
お呼びでございますか。それでは。ロイド、あの宝石のことだけど。ああ、これね。宝石としての品質は申し分ないが、邪妖への効果はゼロだな。そっか。妖魔をなだめる力なんて、ちょっと都合が良すぎるもんな。ジョーちゃん。ユリーティス城の涙って見たことあるか？心動かされたこと？そりゃまあ何度かあるけど。まさかユリーティスの涙を金儲けに使うつもりじゃないだろうね。それは名案だな。ロイド、そんなわけあるか。冗談だ冗談。いやさ、もし本当に邪妖や妖魔をなだめる涙があるっていうならさ、多分それはジョーちゃんとリュリーティス城みたいな関係なんだろうなってな。どうしたんだろう、ロイドがまともだ。バーカ、そんな日もあるんだよ。さあ、じゃあな、嬢ちゃん。